勇者が魔王を撃った後の世界に本当に平和は訪れるのか。これは魔王を打ち果たす代わりに命を落とした勇者への神様から贈られた最後の5日間、あなたは5日間で何を見て何をなすのか。そして世界に理想の平和は訪れるのか。鬼才増田庄司が送る終わりから始まる RPG。 勇者シス。5日間しか生きられない勇者、それがあなたです。限られた時間の中で未だ数多く残る世界の問題を解決するのです。あなたはさまざまな人と出会います。彼らの問題を解決し夢を叶えるのはあなたです。はじめまして勇者様。私はマーナ教会のシスターでサラと申します。貴様が生き返ったとの噂はどうやら本当だったようだな。また会えて嬉しいぞ。君の顔どこかで見たわね。指名手配の犯人？それとも鬼よ。誰かと思えばあんた確か魔王を倒した勇者殿だよね。ささやかな夢を叶えるために国中を旅する謎の美少女商人、それが僕ビビちゃんです。あ、勇者様、私にはあなたをお慰めする言葉が見つかりません。私ユナと言います。1日目のあなたは魔王を倒した直後、世界最強の勇者です。ただし日を追うごとに体力は衰え、魔法も忘れていきます。いよいよ迎えた最後の時、勇者となったあなたの取った行動で葬儀の参列者や弔辞の内容が変わります。さらにはあなたが助けたその人がこの世界の未来を変えていくのです。あなたは5日間で何を見て何をなすのか。それを決めるのは勇者であるあなたです。勇者シス。終わりから始まる RPG。 2016年2月25日、プレイステーションビータにて発売予定。